辛坊二郎、太平洋横断に成功。辛坊二郎さんが太平洋横断に成功いたしました。現地時間の16日にアメリカのサンディエゴに到着しており、こちら出港から70日間、9000キロを移動されておられますけども、辛坊さんは2013年にも太平洋横断に挑戦されておりましたが、 ヨットが。クジラと衝突してしまい。断念されておりました。まあ、今回は。コロナ禍ということで、前回のような事故があると。批判が殺到するんじゃないかと心配しておりましたが。無事。横断に。成功されておりますので。何よりでございます。まあ、こういった。太平洋横断。まあ、日本から。 アメリカへの移動では、現在は飛行機を使えば12時間程度で移動できますので、ヨットで70日間かけて移動するという行為は、まあ贅沢な冒険だなと思いますけども、人生は一度きりでございますので、辛坊さんのように楽しんだもの勝ちなんじゃないでしょうか。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。